カブすきじゃけチャンネル。はい、どうもカブすきじゃけチャンネルです。今回の動画はこちら、ブレイク候補の黒原投手に関する考察動画ですので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。それでは内容に参りましょう。さあ、ということで今回注目するのは黒原投手ということで、今シーズンブレイクが期待されていたということでですね、昨年もですね動画をアップしたんですけど、黒原投手こちらね昨年の数字残してるんですけど、2軍成績がですね非常に素晴らしくて、今シーズンブレイクするんじゃないかなというふうにね、個人的にもかなり期待していました。昨年は2軍で16先発しまして、リーグ2位の防御率で、またね勝率が1位、最高勝率を獲得するなどね突出した成績を残していました。で、各指標を見ましても、予視球率なんかも 1.69 と非常に小さい数字になってますし、奪三振率も 8.04 とね、高いということでね、阪神の村上投手とね同レベルとも言えるぐらいのねいい数字を昨年ウエスタンリーグで叩き出していたということで、今シーズン1軍で活躍するブレイクするんじゃないかなというふうに期待していました。で、また昨年11月にはね侍ジャパンとの練習試合もありまして、その試合でも黒原投手登板したんですけど、3回投げでフォアボールはなしですし、失点もね1のみというまずまずの結果を残していましたので、今年やってくれるんじゃないかなというふうに期待していました。そうした期待もありましたので、今シーズンはですね開幕ローテーションを争ってオープン戦などに登板していました。そのオープン戦ではですね2試合ともに結果を残したということで、2試合登板して、6回を投げてフォアボール0個で失点7というね、非常に素晴らしい数字を残していました。で、その後はファームでの調整ということで、ファームで登板したんですけど、ファームの1試合の登板では5回を投げて無失点ではあるんですけど、ヒット2本でフォアボールが2つということで、また春季教育リーグでは3回と3分の1イニングを投げてヒット8本打たれて失点7ということでね、ちょっと物足りない内容というふうに終わっていました。で、またですね開幕3連戦が DeNA ということもありまして、そこのね打線との相性を考慮して開幕3戦目の先発はアドゥア投手に譲るという形になりまして、開幕ローテーション入りをね黒原投手は逃したという格好になりました。ところがですね開幕2戦目に先発予定だった森下投手が右肘の張りがあったということで、開幕2戦目の登板回避することになりました。で、その代役として黒原投手が先発に選ばれたということで、開幕2戦目黒原投手が先発のマウンドに上がりました。ところがですね、皆さんもねご存知だと思うんですけど、開幕2戦目の先発3球目でね危険球退場ということで、1番渡来選手のね、顔面付近にボールが抜けてしまいまして、3球打者1人で退場ということに終わってしまいました。ちょっとこれはね、私も現地では見ていたんですけど、まさに衝撃的と言いますかね、河野投手なんかもね急いで肩をね作っていたというところも印象的で、ここのチャンスで結果を残せなかったというねところが一つありました。その後の登板についてこちらにまとめていますが、危険球退場あったんですけど、その後一度リベンジチャンスということで4月7日の中日戦に先発登板しています。で、この試合5回を投げて3安打1失点とね、見事ここは結果を残したと言える内容だったかなというふうに思われます。ところがですね、当初先発ローテーション入りする予定だった森下投手がねローテーション復帰になるということに伴って、残念ながら黒原投手がローテーションを外れるということになりました。で、その後ね配置転換という形で中継ぎということになりました。2軍というね選択肢も一つあったとは思うんですけど、ここは1軍に帯同して中継ぎへ配置転換という格好になりました。で、その後登板していまして、現在は中継ぎで8試合連続無失点中ということになっています。4月25日のヤクルト戦なんかはビハインドの場面で登板すると、3イニングも投げて無失点というね素晴らしい好リリーフを見せていました。
で、まあ、現時点での、ね、起用法というのは、まあ、主にビハインドでの登板かなというふうに感じています。まあ、ビハインド、もしくは大差のリードの場面での登板ということでね、まあ、この図でもね、黄色にしているのがビハインドでの登板試合ということになるんですけど、8試合中5試合がですね、ビハインドでの登板になっていますし、まあ、その他の登板もね、まあ、12回の同点に出てくるという、まあ、最終的なピッチャーとして登板しているので、まあ、そういう起用法というのがね、分かってくるかなと感じています。まあ、ただですね、やっぱりさっきも紹介したように、昨年の指標もすごいですし、まあ、実際に今年の1軍でもね、まあ、ほとんど打たれてないといいますか、素晴らしいピッチングをね、ここまで見せる登板が多いので、やっぱりそういうポテンシャルとかを考えると、まあ、先発でね、見たいっていう声も多いですし、まあ、個人的にもね、やっぱり先発でどういう成績を残すかっていうのはね、まあ、しっかり見たいのかなというふうに感じています。まあ、ただ現状ちょっとね、先発復帰が叶っていないということで、まあ、何がね、ネックなのかというところで、まあ、いつがね、先発復帰のタイミングとして、まあ、首脳陣が考えたりしているのかなというのをね、まあ、予想にはなるんですけどね、考察していきたいと思います。はい、まあ、結論から言いますとね、まあ、現時点のね、課題がね、解決されたというタイミング、これが一つの判断基準になるのかなと思います。まあ、ではね、課題は何かというと、まあ、左バッターに対する成績ということに、ね、なります。まあ、現時点では対左バッターに課題ということで、まあ、5月16日時点でのね、対右と対左のね、成績を載せています。まあ、正直、対左の成績ね、被打率2割3分1厘、全然悪くない数字ですし、まあ、そんなにね課題じゃないんじゃないかなっていうふうにもね、まあ思える数字ではあるんですけど、まあ、ちょっとね具体的な攻め方にね、まあ、ちょっと課題があるのかなというふうに感じていまして、まあ、結果的にね直近の試合では、まあ、確かに対左バッターねしっかりと抑えているんですね。まあ、ただ配球をね、皆さん見ていただけるとねわかると思うんですけど、前澤選手にしろ坂倉選手にしろですね、黒原投手の時ね対左バッター、対戦する時はね、もうほぼ全部アウトコースにね構えてるんですね。まあ、正直インコースに構えてるの見たことないっていうぐらい、もうほぼ全部ね外構えになっています。で、まあ、実際5月1日以降の3登板では対左バッターに対するね配球、まあ、投げた結果見ますと、まあ、50% もう半分がねアウトコースに行っているんですね。で、まあ、インコースはまあ4分の1程度 25% 行ってはいるんですけど、まあ、これもね決して狙ったボールではなくて外構えのボールがね、まあ、逆球とかで結果的にインコースに行ったというような形に終わっています。で、まあ、ここの課題についてはですね、まあ、4月7日の中日の先発戦の後ね佐々岡前監督もコメント出していまして、まあ、左バッターには外角一辺倒だったのが気になると、才能のある左左腕が勝てる投手になるためには左バッターへの内角球は避けて通れない次回への課題にしてほしいというコメントを残していました。実際に4月7日の、ね、試合、打たれたのも、上林選手と宇佐美選手でしたかね、に左バッターに外の球を、ね、しっかりと踏み込まれて打たれたということで、やっぱり外に、ね、中心になってしまうという、まあ、弊害がね出た失点ということになっていました。で、まあ、現状ね、そこの左バッターに対する外中心の攻めっていうのはね改善されていないということ。で、まあ、個人的にね気になったのは、まあ、4月30日のね阪神戦のね対左バッターへの、投球ということで、まあ、ちょっとそちらをねまとめています。はい、でこちらがですね、まあ、対左バッターにね対する投球で、まあ、気になった3選手に対するねピッチングですね。まあ、4月30日での登板内容になっているんですけど、まあ、この試合ですね、まあ、いつもの通りといいますか、まあ、キャッチャー坂倉選手がねアウトコース中心に構えて、左バッターにね構えていたんですね。まあ、ただですね、まあ、実際のこの配球チャート、見ていただけるとわかると思うんですけど、まあ、ほぼね外に行っていないと言いますか、高めにねまっすぐが抜けているということになっています。で、特にインハイ付近にね抜けているということでですね、まあ、中野選手ね一番右の配球チャートの、まあ、5球目なんかはこれも中野選手がのけぞるぐらいのね、抜けたボールになっていました。
で、まあ、やっぱりこのね、外に構えてインコースに抜けてしまうっていうことはね、今キャッチャーからしたらかなり怖いというふうにね、思います。まあなのでやっぱりキャッチャーも今はインコース要求しづらい、まあ、外に構えてインにね、あんだけ抜けるので、これをインに構えた時にどうなるのかっていうね、まあ、より当たりやすくなってしまうというね、危険がありますので、やっぱキャッチャーとしてはそこはね、要求しづらいという状況になっているんじゃないかなというふうに感じます。で、まあ、この試合以外はね、まあ、そこまで抜け球はないということで、まあ、先ほども言ったようにね、まあ、この試合以降はしっかりと左バッターもね、抑えているんですけど、まあ、でもやっぱ外中心で、まあ、変化球中心で抑えているというところと、まあ、なぜかこの試合だけね、突発的にこういうね、ボールが増えてしまいましたし、やっぱり開幕戦ね、渡来選手に当てたというのもね、まあ、対左バッターに対してボールが抜けてしまったという状況ですし、ルーキーイヤーもね、巨人の吉川選手のね、背中に当ててしまったんですけど、あれもね、いきなり抜けてしまったということでね、まあちょっとそういったボールがね、気になるのがね、正直あるかなというふうに感じてます。で、さらにこの抜け球がですね、まあ、変化球とかじゃなくてもう全部ねストレートなんですね。まあ、っすぐの抜け球がインハイ付近に行ってしまうということで、まあ、おそらくねちょっとリリースポイントとかがねおかしくなって、こういうボールになってしまっているということで、まあ、何かしらね、まあ、メカニズムのものなのかメンタルのものなのかはちょっとわからないんですけど、まあ、そうやっぱ左バッターになると抜けてしまうっていうのが、あるので、そこがちょっとね、まあ、課題というところで残っているかなというふうに思います。まあ、なので現状はちょっとね、今狙ってインコースつけるというね、状況ではなくて、まあ、キャッチャーもね、そこを要求できない状況ですので、まあ、そこがまず課題として、インコース、左のね、インコースをも狙ってね、つけるようになればね、まあ、一つ先発復帰もね、考えられるんじゃないかなというふうにね、まあ、個人的にはね、考えています。まあ、正直ね、今のピッチングでもね、左バッターを抑えれるとは思うんですけど、まあ、対先発ということになりますと、まあ、相手打線もね、まあ、ずらっと左をね、並べてくるっていう可能性もね、十分考えられますし、まあ、今は打者一巡、ほぼね、1回の対戦なので、外中心でも抑えられてるかもしれないですけど、それがね、先発になると、2回、3回とね、1試合で対戦するので、その中で、まあ、外一辺倒とね、分かってしまえばね、まあ、対中日戦のように左バッターが踏み込んでね、逆方向に打ってくるということもあって、そうしたらやっぱり失点もかさんでくるということになってしまいますので、まあ、それをね、未然に防ぐためにも、今、しっかりと1軍のバッター相手にね、インコースをつけるようになる、そこがね、重要になってくるんじゃないかなというふうに感じてます。はい、ということでね、まとめになりますが、まあ、昨シーズンの成績からも、今シーズンの活躍っていうのはね、まあ、大いに期待される黒原投手なんですけど、まあ、ちょっとここまではね、1軍で現状ビハインドでの起用法になっています。では現状のね、課題は対左バッターということで、まあ、結果的には直近のね、試合では抑えてはいるんですけど、まあ、やっぱり配球が外中心ということになっているので、まあ、そこが気になるポイントで、まあ、課題かなというふうにね、感じています。で、まあ、先発となった時は、まあ、外中心のピッチングで抑えられないということで、まあ、さっきもね、語った通り、まあ、笹岡監督のね、前監督のコメントにもあった通り、やっぱり1軍となるとね、まあ、外中心では抑えられない、まあ、2軍レベルであればね、黒原投手のボールさえあればね、外中心でも抑えられていたとは思うんですけど、やっぱ1軍だとそうはいかないので、まあ、現状の外中心のピッチングでは先発としては厳しいというね、とこもあるのかなというふうに感じています。まあ、なので、まあ、狙ってインコースを投げることにか、できるようになる、まあ、そこが課題です。で、まあ、さっきも言ったように2軍では本当にね、昨シーズンの成績からもね、やることがなくて、まあ、外ね、中心で抑えれるというのは分かっているので、まあ、今はね、1軍バッター相手にどれだけ通用するか、まあ、そこがね、勝負だと思います。1軍バッター相手にね、どれだけインコースをつけるようになるか、まあ、そこが重要だと思います。まあ、ただですね、まあ、今年もそういう危険球退場もあったりね、もう一球ちょっとああいう危険なボールが行ってしまうとね、まあ、黒原投手のメンタルっていうのもね、やっぱり、まあ、心配なとこが増えますので、まあ、そうならないためにもね、まあ、まずは今のビハインドの場面で、まあ、楽に投げてもらう、でその中でインコースの課題を克服してもらう、まあ、そういった、ことも重要なんじゃないかなと
というふうに感じてますし、もしかしたらね、首脳陣もそういうふうに考えてるんじゃないかなというふうにもね、感じています。まあ、なので、今はビハインドっていうね、起用、まあ、ポテンシャル化するとね、もったいない起用法だとは思うんですけど、まあ、そういう課題解決のためのね、今は時間なんじゃないかでしょうかね。ということで、まあ、外中心のピッチングはやめた方がいいとは言ったんですけど、まあ、反対の考えでね、まあ、外中心でね、一軍バッターを抑える術を身につけるのも、まあ、一手かなということで、まあ、無理にね、インコースを、突くという、まあ、やっぱりインコース突くのがもちろん重要だとは思うんですけど、まあ、逆転の発想じゃないですけどね、まあ、外中心だけで抑えれるようになればね、先発としてもやっていけるんじゃないかなというふうにも考えられるので、まあ、こっちの考えはちょっとあんまりないとは思うんですけど、まあ、そういうね、一軍レベルのバッター相手にね、外中心で抑えるという術をね、身につければ、まあ、それもまあ、それで、左バッター課題をね、解決したということにもなるかなというふうに思うんで、まあ、ちょっと今、どっちの課題に取り組んでるかはね、わからないんですけど、まあ、結果的に、やっぱ左バッターをね、どうにか抑えれるようになるのが重要だというふうに、個人的に予想しています。で、まあ、必ず先発のチャンスは訪れるということで、まあ、正直、ここまでね、日程的にもローテーションね、カツカツじゃなかったので、まあ、楽に投げれていたんですけど、ちょっとこれまで雨天中止とかも多いのでね、8月以降、まあ、特に9月ですかね、日程がカツカツになって、まあ、何連戦、9連戦とかも多分出てくるんじゃないでしょうかね。まあ、そうなれば先発の枚数もね、必要になってくるので、まあ、そうすると、まあ、黒原投手にももちろん声かかるというふうに信じています。まあ、なので、まあ、その時までね、左バッターに対して、まあ、しっかりと自信を持ってインコースをつけるようになるということにね、なってるように、まあ、期待してますので、まあ、ぜひこのポテンシャルを先発で将来的には発揮できるようにね、今もまあ必要な時間というふうに考えて頑張ってもらいましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はブレイクが期待されている黒原投手に関する考察をまとめてみました。将来的には先発に戻ると信じていますので、今は課題を解決してもらうように頑張ってもらいましょう。このチャンネルの登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではカープの勝利を祈りまして、シャーカープ頑張れ。